皆さんこんにちは。女性芸能人の中には性欲がとても強い人もいるようです。そこで今回は性欲が強すぎる女性芸能人17選をご紹介しますので、気になる人はぜひチェックしてください。1. 藤原紀香さんは1971年6月28日生まれで、2024年現在の年齢は53歳です。藤原紀香さんは大学進学後、突然ミス日本コンテストの書類選考を通過したとの知らせが届いたようです。若い頃母が同コンテストに憧れながら断念した過去があり、娘にその望みを託し、お見合いの白付けにでもなれば都内所で応募していたようです。その後応募者1722人の中からミス日本35人の一人に選ばれ、グランプリを獲得したのです。藤原紀香さんは芸能界入りを望んだが両親から猛反対に遭い、後日親族たちも交えて話し合いの場が設けられて状況を諦めるよう説得を受けました。その結果1単位も落とさずに大学を卒業することと、芸能界の仕事は実家から通うことを条件に許可され、モデルデビューしたようです。高輪エージェンシーに所属後、いくつかの企業のイメージガールに合格しますが、1993年頃に水着姿の仕事を受ける際、両親から再び猛反対されました。所属事務所が必死に両親を説得したことで何とか許可をもらい、東レのキャンペーンガールなどの仕事を担当し大成功を収め、その後人気芸能人として活躍していったのです。そんな藤原紀香さんは島田紳助さんや山口組組長、バーニングの社長と愛人関係にあったという噂など、一筋縄ではいかない人とお付き合いをしてきた女性としても有名です。下ネタが好きであり、番組内で関係を持った男性について言及したこともありました。藤原紀香さんは荒野から相手にセックステクニックについて語ったりもしているようです。現在の夫である片岡愛之助さんとの関係も体から入った関係なのではとの噂もあるほどです。また枕の噂も絶えず、性欲が強いイメージが定着していると言えます。 2. 橘彩芽さんは1991年11月20日生まれで、2024年現在の年齢は32歳です。橘彩芽さんはアメリカユタ州生まれで、その後両親の仕事の都合で福島、埼玉で幼少期から中学生まで過ごしました。インドのビショカパトナムに家族移住、高校卒業後ファッションモデルとして活動するようになり、エッグやメンズエッグといった雑誌の紙面を飾るほか、渋谷1092の入り口看板にも起用されたことがあります。近年では明るく元気な肉食系女子というキャラクターでブレイクし、地上波バラエティ番組有吉ジャポンなど様々なメディアに活躍の幅を広げています。 DJ としても活動し、日本国内の様々なイベントに出演し、高い人気を獲得しています。そんな橘彩芽さんは男性経験の100人超えと言われている人物です。テレビ番組で自らの体験人数をカミングアウトした後に、私男性より性欲が強いんです、好きあらばやりたいし、どこでもわっしょいしたいですと話していますので、かなりの性欲の強さだと思われます。高校まで外国で過ごしていた橘彩芽さんですが、日本に戻ってからはクラブにハマってしまい、男漁りを始めたのだそうです。そして逆ナンパして一晩に3人とセックスするなど奔放な性生活を送っていたといいます。 3. バービーさんは1984年1月26日生まれで、2024年現在の年齢は40歳です。バービーさんは渡辺コメディスクール出身の2期生で、ドラマの脚本が書きたいと考え、最初は放送作家コース志望でしたが、同スクールからの勧めでお笑いタレントコースに進んだようです。渡辺コメディスクールを選んだのは渡辺エンターテインメント所属アンガールズの田中隆さんに憧れたのがきっかけで、田中隆さんに本気で告白して振られたこともあったようです。長く低迷期が続いたバービーさんですが、日本テレビの世界の果てまで行って Q への出演により知名度が一気に上昇し、女お笑い芸人としての地位を築いていったのです。2021年4月9日一般男性との結婚を発表し、6歳年下で
教育関係の会社員であるということも報告されています。さらに2024年5月30日3年間の妊活を経て第1子を妊娠したことを報告しています。そんなお笑い芸人のバービーさんは性欲が強いことで知られているようです。アメリカ男性と性行為をした経験やセックスに関する認識についてもエッセイで語っています。外国人男性との関係が多いことについてテレビでネタにしており、外国人と日本人のエッチの違いについて話し会場を驚かせました。その他にもテレビ番組でセックスで家庭教師ごっこをすることも明かしています。行為中に集中しないとダメでしょうなど家庭教師になりきって性行為を楽しんでいるのだそうです。4. 大久保佳代子。大久保佳代子さんは1971年5月12日生まれで、2024年現在の年齢は53歳です。大久保佳代子さんは1990年小学校から高校まで同じ学校の幼なじみだった光浦靖子さんとお笑いサークルでコンビオアシズを結成し、1992年メジャーデビューを果たします。1992年10月放送開始の新しい波に出演しました。しかし新しい波の出演者が終了後に飛ぶ薬のレギュラー出演者に抜擢される中で、光浦は笑えるブスだが大久保は笑えないブスという理由により、オアシズからは光浦靖子さんのみがレギュラー出演することとなったのです。光浦靖子さんがその後の飛ぶ薬の後継番組にも出演する一方で、大久保佳代子さんの芸能界の仕事は激減し、コンビでの単独ライブや営業や舞台を中心に芸能活動を行いつつ、当時住んでいた川崎市上りと近辺の溝の口にあるコールセンターベルシステム24に就職したのです。テレビの仕事はほぼめちゃイケのみの時期が続いていましたが、2000年代中盤よりクリームなんとかなどで頭角を現し、光浦靖子さんとコンビの他に単独でのテレビ出演も増えていくのです。その傍らベルシステム24での仕事も続け、クレームを受け付ける電話番を週2日程度14年勤めていましたが、2010年8月をもって退職したことをめちゃイケにおいて報告しています。その後は芸能界の仕事も増えていき、現在は劇団明日図鑑のメンバーとして舞台に多く出演しています。そんなお笑いコンビオアシズの大久保佳代子さんは自ら性欲が強いことをカミングアウトしています。大久保さんは若手時代にはお金でセックスを買っていたといい、そのために借金を抱えていたのだそうです。20代の頃は男性に田舎の母が病気と言われ50万円あげたりと詐欺のような目に遭いつつも体目的の関係をしていたという話もあります。また30代の頃は性欲お化け状態だったといい、朝とボロボロの下着をつけてストッパーにしていたそうです。5. 宮島真央。宮島真央さんは1984年2月2日生まれで、2024年現在の年齢は40歳です。宮島真央さんは2002年第27代朝日化成キャンペーンモデルに選出され、同年オーディションで1916人の応募者の中から選ばれ、 NHK 連続テレビ小説満点のヒロインに抜擢されました。宇宙飛行士を目指す日高満点役で主演し、後に宮島真央さんは私が選ばれたのは島育ちで末っ子という境遇がドラマのヒロインと同じだったからに過ぎないと語っています。満点への出演がきっかけとなり全国区で活躍するようになり知名度が上がっていったのです。2003年に若手として山口百恵さんのヒット曲秋桜夢咲案内人をカバーし、オリコン初登場23位を記録します。2004年ご主役品キレアウォーターの CM でフルヌードを披露し大きな話題になりました。ミュージカルピーターパンで7代目の主演を務め、翌年も主演として続投されました。デビュー10周年となる2010年映画失恋殺人に主演し、自身初となるバストトップも披露したのです。そんな女優の宮島真央さんは有吉反省会で性欲が強く夜の営みが物足りないと明かしています。宮島真央さんはアニメ好きを公言しており、普段からアニメのキャラクターがプリントされたパンツを愛用しているのだそうです。
そして実は履いているという背徳感に興奮するといい、特殊な性癖から性欲が強そうだと言われているようです。そんな宮島尾さんですが、2017年に24時間テレビで交際している彼氏から公開プロポーズを受け結婚しています。新婚生活は、私の性欲が強く夜の営みが物足りないと番組で話していたようなので、かなりの性欲の強さを持っていることがわかります。6. 浅田舞。浅田舞さんは1988年7月17日生まれで、2024年現在の年齢は36歳です。女子フィギュアスケート選手の浅田真央さんの姉として知られる浅田舞さんは、2005年3月第2回国際モードルオーディションオリベでグランプリに選ばれ、およそ1年の間モデルとしても活動していました。2006年には所属していたホリプロを退所し、テレビのレポーターなどを務めることがあり、テレビ朝日のゲットスポーツではマイフォーカスとしてアスリートを紹介するコーナーを持っていました。2010年9月12日の放送ではシンクロ選手の乾友紀子さんを特集し、自ら競泳水着姿となりシンクロの演技指導を受けたこともあります。元フィギュアスケーターとしても知られる浅田舞さんは、肉食女子が加速していると言われています。男性の好みのタイプは枯れ気味の人であり、理由は今まで散々遊んできたからなのだそうです。妹で同じくフィギュアスケーターである浅田真央さんは、姉は恋愛体質で恋愛すると周りが見えなくなると話しており、惚れっぽい性格から男性遍歴が多くなったと見られます。浅田舞さんは引退してからはクラブ遊びを繰り返していたそうで、交際人数は少ないものの経験人数はかなり多いのではと噂されているようです。また番組中でノーパン生活していることを暴露し、スタジオを驚かせたこともありました。7. 石原さとみ。石原さとみさんは1986年12月24日生まれで、2024年現在の年齢は37歳です。石原さとみさんは石原さとみとしてデビューする以前からホリプロ、インプルーブメント、アカデミーに所属しており、石神、クニコ、メギーで映画ホ、キ、ラ、ラ、映画船を降りたら彼女の島などへ出演してたことがあります。2002年第27回ホリプロタレントスカウトキャラバンピュアがある2002グランプリ受賞を経て、本格的に女優活動を始めます。その後 NHK 大河ドラマ義経にヒロイン静香御前役で出演するなど、知名度をどんどんと上げていき、石原さとみさんは誰もが知る人気女優へと成長していったのです。2020年10月1日、同世代の一般人男性と年内に結婚する予定であることを所属事務所を通じて発表しました。石原さとみさんは婚約発表文で、彼となら様々なことを共有しながら、どんな困難も乗り越えていけると確信いたしました、と説明し、主演ドラマ、アンサング、シンデレラ病院薬剤師の処方箋が前月末に終了、仕事は一段落したことで結婚の発表の運びとなったようです。この結婚はこの時点でアラサーにして未婚の清純派の女優の結婚ということで、ファンの間ではインターネット上でさとみロスで騒然となり、世間に大きな衝撃を与えました。そんな女優の石原さとみさんはかなりの下ネタが好きなのだと言われています。ドラマの打ち上げの後は、年下の女性キャストにこの中だったら誰とやりたいと下ネタトーク全開なのだそうです。また石原さとみさんは共演者キラーとも言われており、過去に噂になった男性は10人以上おり、関係した男性は多いのではと言われていますので、もしこれが本当ならかなりの性欲の強さだと思われます。またストレスがたまると性欲が強くなるということも公言しています。お酒が好きでお酒でストレスを発散するものの、それでもストレスが勝るときは自分から強引にキスしてしまうようです。そのためスタッフは石原さとみさんが疲れたなどと言うとドキドキしてしまうそうです。8. 深田恭子。深田恭子さんは1982年11月2日生まれで、2024年現在の年齢は41歳です。深田恭子さんは1996年中学2年生の時に歌手の香原朋美さんに憧れ、第21回ホリプロタレントスカウトキャラバン
ピュアガールオーディションで2万人近い応募者の中からグランプリを受賞し、芸能界入りを果たします。1997年ドラマ「海峡」で女優デビューを果たし、1998年スカウトキャラバンの出身者を中心に結成されたアイドルユニット HIT に参加し、同年夏に放送された金城武史主演ドラマ「神様もう少しだけ」で HIV に感染する女子高生を演じ、一躍脚光を浴びることになるのです。日本の女優として初めて2003春夏パリオートクチュールコレクションに出演し、デザイナーの桂由美さんのコーナーの最後で着物風のドレスを着て舞台に立ち、モデルを経験していることも有名な話です。そんな女優の深田恭子さんは最強肉食女子と言われています。噂になった男性はたくさんいますが、男性に合わせるということをせず、心の切り替えも早いためにあっさりと別れてしまう性格なのだそうです。深田恭子さんと関係を持った男性も多いと言われ、今までにフライデーされた男性の数は17人もいるようです。また30代を超えても安定を求めることもなく、肉食女子を貫いていると言われています。深田恭子さんは男性だけでなく女性の香原朋美さんと交際していたという噂もあり、私ともちゃんとやっちゃったとヘアメイクさんに嬉しそうに話していたという話もあります。9. 安藤美希さんは1987年12月18日生まれで、2024年現在の年齢は36歳です。安藤美希さんは日本の元フィギュアスケート選手で、2002年のジュニアグランプリファイナルにおいて国際スケート連盟公式大会で女子選手として史上初の4回転ジャンプを成功させたことでも有名です。オリンピックなどで大活躍した安藤美希さんは、2013年オリンピックへの出場権が獲得できなかったことから、その年の大会終了後に現役引退を表明し、大きな話題になりました。引退後はプロスケーターとしてアイスショーに出演する傍ら、テレビのバラエティ番組等に出演することもあります。また2016年からは振付師としても活動しているようです。そんな元フィギュアスケーターの安藤美希さんは、以前師弟関係であり恋人関係でもあったモロゾフ氏との関係などから性依存症なのではないかと言われています。取材スタッフが安藤美希さんの部屋にインタビューに行った時に、性行為の声がフロア中に響き渡っていたという噂です。またいかにも行為後ですといった雰囲気で部屋から出てくるため、インタビューがしづらい評判だったといいます。2024年には16歳の教え子と電車の中で抱き合ったりと男性関係のスキャンダルが多い印象なので、安藤美希さんはかなりの性欲の強さなのかもしれません。愛子さんは1975年11月22日生まれで、2024年現在の年齢は48歳です。愛子さんはラジオ番組の DJ などの活動を経て、1998年7月に明日でメジャーデビューを果たします。カブトムシ、花火、桜の時、ボーイフレンド、キラキラなど多数のヒット曲を発表していることでも有名です。2021年12月14日のライブツアーラブライクポップボリューム20に最終日に、2020年中に年下の男性と結婚していたことをファンに報告し、大きな話題になりました。その結婚相手の男性は、愛子さんの友人が男性と一緒に愛子のライブに参加したことが出会ったきっかけのようで、男性は長年の愛子さんのファンだったようです。そんな大物ミュージシャンの愛子さんは下ネタ大好きであることは有名です。自身のラジオ番組オールナイトニッポンコムでは、デビュー当時に毎日オナニーしていると話しています。また深夜のラジオではあるものの、卑猥な単語を連発していたそうです。下ネタ好きを公言しており、ライブ時もファンと下ネタのやり取りをしているのだとか、パンツの色を聞かれることもあり、真面目に黒と返事したそうです。11谷初穂さんは1990年5月8日生まれで、2024年現在の年齢は34歳です。谷初穂さんは千葉大学に通い、2011年ミス千葉大学準グランプリに選出されました。2011年8月女性アイドルグループトリオスイートニャンニャンの次女としてデビューを果たします。し
かし2014年5月に英国留学のため芸能活動を休止し、その後2017年3月時点で所属事務所のホームページから名前が消えており、事実上芸能活動から引退したとみられます。そんな元アイドルの谷初穂さんは22股交際をしていたと言われています。付き合っている男性たちは谷コミューンと呼ばれ、医者や弁護士などエリートばかりだったのだそうです。22股を宣言した時は22歳であったために22人交際相手を作ったようです。しかし22股交際アイドルはメディアも扱いにくかったらしく、次第に出番は減少していったのです。2014年にイギリスに留学し、その後経営コンサルタント会社に就職し、1歳年上の先輩と結婚もしたようです。おそらくこの結婚を機に芸能界を引退したと思われますが、谷初穂さんを知っている人は22股を宣言したことが衝撃的すぎて、彼女はただの性欲の強い女性というイメージしかなかったかもしれません。12、川崎のぞみ。川崎のぞみさんは1987年8月23日生まれで、2024年現在の年齢は37歳です。川崎のぞみさんは2005年10月30日 AKB48 オープニングメンバーオーディションに合格しています。同年12月8日オープニングメンバー候補生のうちに10名として AKB48 劇場グランドオープンの舞台に立ちました。川崎のぞみさんはグループ結成時からのメンバーでしたが、初めて選抜メンバーに選ばれたのは2008年6月13日に発売されたナインスシングルベリーベリーベリーだったようです。その後は単独の活動も行うようになり、グラビア活動において写真集 DVD をリリースします。またアパレルのイメージキャラクターになった関係でファッションショーモデルの活動にも進出しています。2021年1月1日自身が代表取締役社長を務める株式会社アンティミンスを個人事務所とし活動を開始したことも大きな話題になりました。アイドルグループ AKB48 の一員だった川崎のぞみさんは、女性癖が悪いと評判の元スーパーモデルアレクさんと結婚し、性生活に非常に満足していると話しています。アレクさんとは毎日のように夫婦生活を営んでいるといい、アレクさんが他の女性と浮気しようが気にならないのだそうです。夫のアレクさんは毎日マカを飲んでいるそうで、アレクさんのクズさと川崎のぞみさんの天真成功といいアンバランスさと性欲強い夫婦キャラで活躍しています。13、加納恭子。加納恭子さんは1962年10月7日生まれで、2024年現在の年齢は62歳です。加納恭子さんは加納美香さんとのユニット加納姉妹として活動していることでも有名です。肩書きとしてかつてはトータルビューティーアドバイザー、トータルライフアドバイザー、ライフスタイルアドバイザーを自称していましたが、現在はセレブリティライフスタイルプロデューサーを名乗っているようです。加納恭子さんのアンダーヘアは永久脱毛しており、その箇所には蝶の入れ墨が施されているようです。入れ墨は他に左手のひらに加納の一文字、右手首に The World is Yours の文と拳銃のモチーフ、足の兜には恭子自らが死体を描いた白虎の姿が彫られているようです。自身の取り巻きである男性のことをメンズと呼び、その中でも特別に容姿端麗な男性のことをグッドルッキングガイと呼んでいます。彼らは加納恭子さんの好みのほとんどは20代前半の黄色人種以外の男性で、世界的に活躍するスーパーモデルが多いようです。ちなみにメンバーはよく変わります。ゴージャスを売りにしているユニットの加納姉妹の姉加納恭子さんは非常に性欲が強いと言われています。加納恭子さんは一度禁欲をしてみようと考えたそうですが、性欲を抑えられずに3日が限界だったそうです。妹の加納美香さんは加納恭子さんについて、本当は毎日ですからねと加納恭子さんの性生活について赤裸々に話しています。常に外国人男性に囲まれている加納恭子さんですが、彼らは恋人ではなく雇われの男性だとも言われ、恋人を作らず外国人男性とのセックスを好んでいるようです。14、岩佐真由子。岩佐真由子さんは
1987年2月24日生まれで、2024年現在の年齢は37歳です。岩佐真由子さんは2003年に渋谷でスカウトされ、16歳でミスマガジン2003に選ばれ、芸能界デビューを果たします。小悪魔系ルックスの美少女としてデビュー当初から雑誌グラビアで引っ張りだこになります。女優としては2004年10月初出演したテレビドラマディープラブあゆの物語にあゆ役として主演し、同年にはグラビアでの活躍によって第42回ゴールデンアロー賞グラフ賞を受賞しています。2014年映画受難で主演を務め、この作品において主演の岩佐真由子さんが全裸で全力疾走する演技が話題となり、第23回日本映画プロフェッショナル大賞新進女優賞を受賞したのです。岩佐真由子さんにとってもこの作品が代表作となっています。そんな岩佐真由子さんは性欲が強い芸能人の一人と言われています。岩佐真由子さんは沢尻エリカさんと一緒に夜な夜な六本木のクラブで遊び回っていたという噂です。その他、男性と付き合ったりセックスするのは当たり前と奔放な印象を与える言動をしています。こうした発言からも岩佐真由子さんはかなりの性欲の強さを持っていることがわかるでしょう。15、北川景子さんは1986年8月22日生まれで、2024年現在の年齢は38歳です。北川景子さんは高校在学中に地元神戸でモデル事務所にスカウトされ、2003年にミスセブンティーンでモデルデビューを果たし、同年にテレビドラマ美少女戦士セーラームーンのキノレイ役で女優としてもデビューを果たします。2006年9月公開のハリウッド映画のワイルドスピード X3 東京ドリフトに出演し、オーディションを通過しての出演で、登場シーンも少ないですが日本国内においても無名の女優の大抜擢となったことで大きな話題になりました。2016年7月クールで結婚後初のドラマ出演となった家売る女で主演を務めます。同クール放送ドラマの初回最終回平均視聴率で第1位、他ドラマでは一度もなかった 12% 超えを10話中5回も記録するなど抜きんでた結果を出したことは有名な話です。そんな女優の北川景子さんは芸能界最強の肉食女性と噂されています。週刊大衆で元彼2人がバラした肉食美女優北川景子魔性の SEX というタイトルでスクープもされたのです。記事では元彼2人が北川景子さんの性行為について談義し、かなり過激な内容も含まれていたようです。大悟さんと結婚した際にも共演者キラーと言われた男性遍歴が取り沙汰されており、噂によると一度北川景子さんの正義を味わえば何年もテクニックが忘れられないという話です。16、杉本彩さんは1968年7月19日生まれで、2024年現在の年齢は56歳です。杉本彩さんは1987年に東レキャンペーンガールとしてデビューを果たし、日本人離れしたプロポーションで大胆なハイレグ水着を着こなし話題を呼びました。以後ダンサー作家など幅広い分野で活躍し、現在は公益財団法人動物環境福祉協会エバ理事長を務めているようです。動物愛護活動家として日本の動物福祉の向上を目指しています。そんな女優の杉本彩さんは、食欲と性欲は連動している、私はどちらに対しても執着がとても強いと話しています。エロスに対してオープンなイメージの杉本さんですが、実はエロスに本当に目覚めたのは30代に入ってからなのだそうです。そしてやっと女性になったと実感したと話しています。杉本さんの男性の好みはセクシーで変態的な人なのだそうで、最初の夫である沼田俊則さんとはセックスレスが原因で離婚していますが、再婚相手の西野忠秀さんの性癖は変態なのだそうで、現在も結婚生活が続いている秘訣なのかもしれません。17、加藤綾子さんは1985年4月23日生まれで、2024年現在の年齢は39歳です。加藤綾子さんは2008年6月27日
BS フジで放送されたライブメジャーリーグベースボール2008パイレーツ×ヤンキースにてアシスタントを務めます。1年先輩の生野陽子さんが2008年9月25日まで担当したショーパンノートを受け、2008年10月13日からスタートの冠番組カトパンで MC を任されることが決まり話題になりました。その後2018年4月よりテレビドラマブラックペアンで知見コーディネーター木下香織役を演じて女優業にも本格的に進出したのです。元フジテレビアナウンサーである加藤綾子さんは、学生時代はやんちゃであり男性の経験人数も多いと言われています。初体験は小学生の時だったといい、以来男性の経験人数は50人以上と言われています。また中学時代にはホストとも交際していたといい、写真も流出しています。これに対して加藤綾子さんは、経験人数に対してやったものは仕方ないじゃん、経験も勉強なんだもんといったサバサバしたコメントをしていたようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。